Thank you! どうしたんだみんな、すごすぎますよ。いや、ちょっと待てよ、すごいんだけど。ちょっとすいません、ちょっと客電明るくちょっとしてもらえます？実はね、俺の兄貴その辺にいたんだけど。あ、違うか、違うか。いや、そ、今隠れたあなた。いや、違う違う、あのね、ほら、いつもうるさいやつから数えて5人目ぐらいの。あ、違うけど俺、あ、兄貴じゃなかったわ。いや、そこにいる方ね、メガネかけた方。いや、その3人前、1、2、3人前の方。あ、そう、今振り向いた、その、この方、私のお兄さんじゃないよね。俺の兄貴はどこにいますか？もしかして、もしかしてまだ三越で残業してるんですか？映像さん、はい、皆さん、今日俺の兄貴来てるんですよ。嘘、え、どの辺でございますか？わかんないですね。あの、反町に似てるんですよ。ああ、でも兄貴は反町を知らないらしい。いや、いろんな方来てますね。私の娘は髪が緑色のうちは絶対街を歩かないと言われましたからね。寂しいでございます。それとですね、皆さんもお気づきだと思いますが、今日カメラ多いでしょ。1、2、ここにもあるしね、あそこにもあるし、こうやってね、みんなに支えられて、アニメーターでも1年が過ぎまして、ありがとう。なんとね、今日の僕たちアニメーターのライブがディレクティビーで放送されちゃうぞ。いや、たわいないことなんですけれども。え、たわいないの？あ、え、音が出なくなったから伸ばしてくださいということですね。はい、わかりました。この中でディレクティに加入してる人っているかな？あ、すごいな、どう、面白いか？でもさ、ディレクティに見ててやっぱアニメタルのライブがないかつまんなかっただろ。うん、そういう声にお答えしましたんで。まさき君大丈夫かい？なんか今日部屋で観葉植物買ってて、でふとは着替えてて、でその葉っぱがね、退場。大人の一言、人の話は聞くように。すいませんでした。でもね、普通のライブをそのまま見せるんだったらさ、なんか普通のバンドっぽいじゃないか。こういうハートウォーミングな一面をねえ、伝えたいよね。ねえ、あとさ、これって客席映るんだっけ？知らない、君に聞いてない。じゃあね、これがね、俺、通信情報とか分かんないんだけど、今撮った画像がさ、何ヶ月後かにさ、見る人に訴えかけて、その人がこっちにレイドバックしちゃうんだったら、なんだっけ、バックトゥーザなんとかみたいな、ゴーイングバックトゥーチャイナじゃなくてね、バックトゥーザフューチャー、全然分かってないんですけど、レッツモバイルって感じですけれどもね。はい、誰か教えてくれ。このカメラに向かってね、アニメタルのライブへよ、おいでよ。せーの、イエーイ、代々木アニメーション学院みたい。OK かな。それとですね、ショッキングなことに、今日のライブは全てノー編集、ノーカット、演奏も一切差し替えません。アニメタルピンチ。アニメタルピンチ。自慢じゃないけど、勇気の証のゲッターロボとキャシャンは差し替えなかったけれども、アニメタライブのガッチャマンとか差し替えました。すいませんでした。あまりにもひどすぎて、ひどすぎて、皆様に応援していただくようなボーカリストの歌声じゃなかったんで差し替えてしまいましたけれども、今日はライブの方はもちろんね、気合い入れてミュージシャン生命をかけてやっていますので、皆さん最後までそのつもりでついてこいよな。気合いのナンバーいくぜ、いくぜ、ゴーゴー機械だ。走る命って
界だか人と人間機械でチェンジチェンジゴー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 後ろ Alright!